バッスンユダッセ、こちらブラックラグーンのゲームなんですけど、これねめちゃめちゃ裏技あるんですよ。実はすっごいね裏技発見したんで、これ紹介しようかなと思うんですが、これ組織サタンの KG さんがね教えてくれた裏技なんですが、めちゃめちゃこれね増えるんですよ。横に高速で振るとめちゃめちゃ増えるんですよ。で、何が増えるかというと、ちょっと今ね分かりにくいと思うんだけど、弾薬今ね増えまくってる感じで、あとこのパワーが今1個になってるんだけど、左上のこれね、ライフ回復を取るときに振りまくるとめちゃめちゃ増える、すごい増えるんですよ。これやばないですか。本当に今ライフが本当はね1個しか増えないんだけど、これ振りまくるとバンバン増えて、本当に今ハートがすごいあるでしょ得点もね、だからめちゃめちゃ行きやすいって感じなんですよね。バンバン当たっても関係ないし、これ取ってアイテムを振りまくるととにかく増える。これバグなのか何なのかちょっとわかんないけど、裏技的な感じやばないですか。皆さんこれ知ってますか。知ってる人いたらコメントください。知らない人もいたらコメントください。他の動画も攻略動画たくさんあります。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんマフィアシティ楽しみましょう。